アシャフフェンブルク軍はドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区の最も北西に位置する軍である。本軍はウンターフランケンで最も人口の多い軍であり、フランケン地方全体ではアンスバッハ軍に次いで2番目に人口の多い軍である。軍域は西はマイン川沿いの低地、北はカールグルントを含み、東はシュペッセルト山地の高地に至る。 ローブルーンの森の本軍群,群域内に、シュペッサルト山地最高峰のガイアースベルクが含まれる。群域の200平方キロメートルを超える部分が、市町村に属さない森林地域である。マイン川は、ヘッセン州との宗教の一部を成している。軍南西部に位置するシュトックシュタットとグロースオストハイムの2町村が、マイン川の左岸、すなわち西側に位置している。この付近は、 オーデンバルトの北東端の少領域を含んでいる。オーデンバルトは、ベーニヒウムシュタット集落の境界付近で、高度280メートルに達する。カール川が、マイン川に合流する地点が、高度約102メートルの本軍の最低地点であると、共に、バイエルン州全体の最低地点である。その南に位置するカールシュタインの集落、グロースベルツハイムが、バイエルン州の最西端である。 本軍は、西から時計回りに、ダルムシュタット D 軍、オフフェンバッハ軍、マイン・キンツヒ軍、マイン・シュッペッサルト軍、ミルテンベルク軍、軍独立市のアシャフフェンブルクと境を接している。現在のアシャフフェンブルク軍の軍域は、1800年、以前は主に、マインツ大使協領であり、1814年あるいは1816年に、バイエルン王国に編入された。 1814年に、アシャフフェンブルク地方裁判所とローテンブーフ地方裁判所が創設された。1815年に、アシャフフェンブルクが軍に属さない都市となった。1816年、アルゼナウ地方裁判所が創設された。これに伴って、ヘッセンの土地がバイエルンに編入された。地方裁判所管区はすべてウンターマイン軍。 すなわち1838年以降の、ウンターフランケンに属した。1858年にはさらにシェルクリッペン、地方裁判所が設けられた。1875年頃の別クスアムとアシャフフェンブルク及びアシャフフェンブルク市の行政管区図、ベルクスアムとアシャフフェンブルクは、1862年にアシャフ,フェンブルク地方裁判所管区とローテンブーフ地方、 裁判所管区が統合されて新たに形成された。アルゼナウ地方裁判所とシェルクリッペン地方裁判所も、ツイルクスアムとアルゼナウイン・ウンターフランケンに、統合された。バイエルンのツイルクスアムとの組織改革に伴い、1880年1月1日に、ツイルクスアムとアシャフフェンブルクは、ハービヒシュタール、クロンメンタール、ノイヒュッテン、ローテンブーフ、ビースタールを、 別イルクスアムとロールアムマインに移管した。アシャフフェンブルク氏は1901年3月1日にライダー、同年6月1日にダムと別イルクスアムとの町村を合併して拡大した。1939年1月1日、ドイツ国全土で行われたのと同様に軍という名称が使われることとなった。これにより別イルクスアムとから アルゼナウィン・ウンター・フランケン軍とアシャフフェンブルク軍が成立した。1939年4月1日にシュバインハイムがアシャフフェンブルクに合併した。バイエルン州の地域再編に伴い、1972年7月1日にアシャフフェンブルク軍とアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍の両軍と旧ロールアムマイン軍のローテンブーフ及びビーゼン。 同じく廃止されたオーベルンブルクアムマイン軍からプフラウムハイムとベーニヒウムシュタットとを合わせて新たにアシャフフェンブルク軍が形成された。アシャフフェンブルクは軍独立士のまま新たな軍の軍長所在地となった。1975年4月1日、アシャフフェンブルク軍からガイルバッハが軍独立士のアシャフフェンブルクに移管された。1978年5月1日に オーベルナウがこれに続いた。1976年7月1日、マイン・シュッペッシサルト軍はビーゼンをアシャフフェンブルク軍に移管した。1988年から2008年までの間にアシャフフェンブルク軍の人口は約1万9千人、約12%増加した。2005年以降は約17万5千人をピークに減少傾向にある。以下の表は、 1987年5月25日時点の軍域にあたる地域の人口を示したものである。1945年以降、CS が軍長職を独占している。2020年3月15日の軍議会選挙の結果に基づく議席配分は以下の通り。図柄、長部は銀字で、その中に2枚の緑の葉をつけた緑の多くの実が描かれている。その下部は、 赤字と青字に左右に分割。向かって左は六本スポークの銀のは、向かって右は三つの青いリングが描かれた銀の斜め体。この紋章は、まず1967年に認可され、1975年11月14日に再度改めて認可された。マインツの輪はアシャフフェンブルク地方が中世に属していた、マインツ大司教、選定考領を示している。 リングはメスペルブルン城を建設したエヒター家を象徴している。多くの枝は本群の一部を成している森の豊かなシュペッサルト山地を表している。鉄道バイエルンクニユー鉄道は1854年にはビュールツブルグからのシュペッサルト山地を越えてアシャフフェンブルクに至る路線を運営しており、カール付近でライン川沿いに下るヘッセンルートビヒ鉄道に接続する。 この路線はハーナウ・フランクフルト・アム・マイン方面に運行していた。HLB は1858年にアシャフフェンブルクからヘッセンの宮廷都市ダルムシュタットへの路線も運行させた。バイエルンクにー鉄道はアシャフ,フェンブルクから以下の近郊鉄道を開通させた。1876年にオーベルンブルク・エルゼンフェルトを経由してミルテンベルクまで 1910年1月10日にオーベルンブルクエルゼンフェルト駅からシュペッサルト山地を通るオーベルンブルクエルゼンフェルトハイムブーヒエンタール線を開通させた。この路線はビンタースバッハから終着駅ハイムブーヒエンタールまでの約 3km が本群行きを通っていた。1911、12年にはヘイヒストイムオーデンバルトまでの路線も営業を開始した。 旧アルゼナウ軍にとって特に重要なのは1898年に建設された旧カールグルント鉄道 AG のカール・シェルクリッペン線である。この路線は現在ヘッセン州立鉄道によって運営されている。1997、98年以降、すべての列車はハーナウ中央駅まで運行しており、ラインマイネスバーンに接続している。 軍域内の総距離 95km のうち 18km で旅客運行が廃止されている1956年7月1日以降自動車のナンバープレートとして現行の識別コード AB が本軍に適用された1990年代まで旧アルゼナウ軍の自動車には識別コードとしてかから KG のアルファベットと 100から999までの数値の組み合わせが使用されていた。2013年7月11日以降、ある図の識別コードも使用されている。軍内には14の自然保護地区と7つの風地保護地区がある。2013年9月現在、軍内にはバイエルン州環境省が指定したジオトープが30カ所ある。 カッコ内の単位のない数値は2019年12月31日、現在の人口である。ありがとうございます。